国道58号線二の湾市の王者な交差点を琉球大学向けに進みます。しばらくするとガメコ交差点に至りますが、ガメコ交差点の北に広がる地区が古くからある集落ガメコです。本日訪問するカーはここにあるガネコ・ヒージャーガです。古い石組みが残された素晴らしいヒージャーなので、どうぞご期待ください。二の湾市ガネコ、石組みが素晴らしすぎる。ガネコ・フィージャーガー。正面にガネコ交差点が見えてきました。ガネコ交差点の一つ手前の信号機がある交差点を左に入るとガネコの集落になります。信号機を曲がると、あとはまっすぐに進んで突き当たりがガネコ・フィージャー側になりますから、場所はとても分かりやすいと思います。正面にガネコ公民館が見えてきましたが、右手に慰霊塔のようなものが見えます。ここも後で撮影したいと思います。ガネコ・フィージャー川に到着しました。正面の木々の下にフィージャーがあります。フィージャーを見る前に慰霊塔のようなものを確認してきます。やはり沖縄戦で亡くなられたガネコ地区の人々の慰霊塔でした。この地区で399人の方が戦争で亡くなられたようです。二の湾地区では最大級の数字です。この地は前田高地とか嘉数高台にも近いので、激しい戦闘が繰り広げられた場所だと思われます。ご冥福をお祈りしたいと思います。ちなみに現在地は高台になっています。おそらく海抜80メートルほどで、周囲を見渡してもこの辺りが一番高いようです。毎度毎度のことですが、こんな高台ですが、ここに
湧き水があります。さて、今日はどんな湧き水でしょうか。古い石畳の階段が奥まで続いています。石畳の上に新しく設置された階段があります。新しい方が降りやすいのでしょうか。説明版があるので要約して読み上げてみます。ガネコ・フィージャーガーは明治25年区出身のミーシー氏とウィジョー家の優れた石工の指導により、区民が総出で半年の月日をかけて作られた湯泉と伝えます。湯泉から流れる清水は人々の日々の飲み水や洗い水などに利用されるなど、長く地域の共同生活用水として親しまれてきました。湯泉は区の伝統行事や新年の若水、子供が生まれた時の産水など、区民一人一人の人生の節目に使う大切な水として利用されてきましたなどと説明されています。水の流れの経路が独特です。左の浅い洗い場には水の経路がありません。各人がたらいなどに水をためてここまで持ってきて洗う方法だったのかもしれません。この石組み、この水量、
見事としか言いようがありません。王子の姿をとどめているフィージャーとしては沖縄でもトップクラスのフィージャーだと思いました。この辺り見てくださいよ。波打つような石と石の境界線、私はこういうの初めて見ました。石と石をつなぐデザイン性も優れていますね。最初の説明板の裏にもう一つ説明板がありました。今回の動画も長くなってきたのでここは飛ばそうかと考えましたが、この説明板私的にはかなり興味深いことが書かれていたので、要約して読み上げてみます。遊船の作り。遊船は洞穴から流れ出る地下水の流れの口にヤギのあごひげのような水流しの問いをかけたフィージャー形式の作りです。この遊船の素晴らしさは、不整形な石の面がカミソリさえも差し入れられないほど精緻にかみ合う相方積みの手法が取り入れられていることです。そして源泉に降りる15段の石畳の階段の下の5段は自然の岩盤を削って仕上げられています。長い年月を経て石積みの一部が破損していましたが、1991年から2年がかりで復元工事を行いましたなどと説明されていますが、注目点は最初の言葉フィージャーについてです。沖縄の方言でヤギのことをフィージャーと発音します。そして土井を使った湧き水も同じようにフィージャーと発音します。沖縄方言でヤギという言葉と湧き水のフィージャーという言葉がほぼ同じ発音です。私は今までこれは単なる偶然と考えていたんですが、どうやら湧き水のフィージャーという呼び方はヤギのあごひげから出た言葉のようです。ヤギのフィージャーと湧き水のフィージャーに関連があったとは、これは面白すぎる発見でした。面白すぎます。長年の謎が解けた思いです。さあ戻りましょう。上りは新しい階段ではなくて古い石畳の階段を使って上に上がってみましょう。
今回のガネコフィージャーガーはいかがだったでしょうか。精緻な石組みと豊富な水量のフィージャーでした。昔の形がよく保存されていて素晴らしいフィージャーだと思いました。いろいろな説明版も整っていました。ここまで詳しく説明版が設置されているフィージャーも私は初めてでした。ガネコフィージャー側は沖縄本島の中部地区では代表的なフィージャーの一つだと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。